はい、レッグオッケー。はい。はい。ハヤスはどっち動くか分かんないから。フィップみんな大丈夫？フィップ。あ、立つ。立つ。フィップオッケーです。はい。では60周ですよ。いきますよ。あ、そこ。線を。いきます。スタート。10秒前。ね、メロンソ絡んでほしいね。やべえよ。ちょっとフェラーリさんと蹴り出しが悪かった。リアルではなかった。うん。じゃあオープニングラップから2周目、綺麗に走ってますね。さあ、おお、巻いた。お、クリード巻いてた。おお、すぐさま。いやー、ちょっと取り返した。レシリオンも拾ったの今。さあ、ここで今度はレシリオンを拾ったの今。さあ、ここで今度はレシリオンを拾ったの今。さあ、ここで今度はレシリオンを拾ったの今。トップから、ここで、電車6秒だね、まあ、6秒79で、縦やって、速い。セルフパーセントです。おお、これ、まず見てみて、おお、これ、レシリオンが1個、ポイント上げた。1個さんがちょっと下がった。クリルトンちょっとペースがどうなんだ、今耐えどころか、クロワットがある後ろから淡々と狙ってますね。いや、4位も来たよー。ベロトも、ベロトもある等間隔、ベロベロトも屋上何に来たと、ほら、気をつけろ。さあ、デシリオンに対してスコッチコマサージス、その後ろにはハースがじわじわと、あっと、ここでここで変わってきた。さあ、ハースへ。で、タブル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 。すいません。さあ、ベッサンがこれでブルーになり始めて。さあ、時間の方は2分経過ですね。待って。今、またいないんですね。残り40周、パック1台、20周、2、2台、19周、3位、3台、19周、4位、5台、19周、5位、4台、19周。さあ、レースの方はタップレースが今コントロールライン。さあ、これクリルトンからクロワとそして出していると。さあ、ピコちゃん、ピコちゃんは、ピコちゃんはこれで中間遅れになりました。さあ、レシリオンは後ろにタップレースが来たらブルーガップです。はい、よかせました。タテルスが今6投中。さあ、もうすぐですね。うん。全然早い。さあ、ここでミッドオープンです。さあ、ここでミッドオープン。さあ、誰が入るか。さあ、トップは入らない。さあ、クルートも入らない。さあ、トップ集団入りませんね。動けません。さあ、誰も動かない。さあ、フェラーリやった。おハース、ちょっとミスったが特に問題ないだろう、これなら。さあ、すぐ後ろから、お、ベロンソン入る。これベロンソンもしかして、めっちゃスタートトップに近づいた感じ。お、今入ってるのはクロワットが、抜かれた。ベロンソン前行った。あ、クリードン。お、クリードンもしかしてこれね。おー、真後ろ。クリードン真後ろ。ワン、ツー、スリー、フォー近いです。さあ、ですからワン、ツー、スリー、フォー。さあ、ピット戦略で、結構近づきましたね。タテルが若干ヒットでロスったのか。クリルトンはほぼ真後ろ。クリルトンはナイス。いやー、いいね。ベシリオンも、あ、ベロンソも来てる。ベロンソ、クロワト。さあ、ワンと近いですね。クリルトンのペースがいい。クリルトンは68まで来てます。さあ、ベロンソは67.5ですね。早いですね。さあ、でも、このラップで見ると前回8、6秒台出てますね。
さあ、タトゥーですからラップみたいになった。タトゥーですのラップが694、プリントン707、ベロンと706、クロアト694。おっと、ここでベロンと出会いが見つったが、まだまだ。残り数ヶ月は20周です。39、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 39
後ろから追ってきクリルトン。残り周回数は14周。おお。残り12周。おお、クリルトン来た。クリルトン前へ。このままクリルトン開幕戦勝利です。残り10周。さあ、立てる。立てる。向き入った。クリルトンも来た。クリルトン7台に逃げる。多分前には通常目は現れないですね。何もなければ現れない。コンズをクリアですね、前は。はい、完全にこれはコンズを2人で今の戦いという感じで。残り6つ。ちょっと詰めた。すごい詰めた。6秒86、6秒84の4周です。これはワンミスは許されない。さあ、マリナス、ジャイアン止まってきたか。当てた。残りました。あー、当たってる。ちょっとミス。これは先ほども絶対に状態か。白が来てますね。クロアト来てますね。クロアトは達成率を抜けば銀のチャンスあるのかな。ない。ないか。残り2周。残り2周。残り2周。危ない。さあ、3秒後、ハイナルラップ。ハイナルラップです。さあ、ハイナルラップ来た。いやいやいやこれはいいレースでした。危ねえ。これは悔しい。これじゃ優勝かよ。